中田明と言います。針金を編んで、立体作品を作る造形作家です。市内で、アンファンデラルーン月の子という、お子さん向けの造形教室を去年の春から、始めました。浅井真紀子と申します。八千代台駅東口で喫茶店を営業しております。一押しメニューが皆さんご存知のリオポーク、気に入っていただいております。あ、でもなんか本当に昔ながらの喫茶店のママっていう感じで、すごいこう懐の深い感じの方だなというのがもう第一印象ですね。お客さんがすごい親しくしている、すごいお客さんとのすごい距離が近い感じを受けたので、すごい愛されてる、方なんだなっていうのを思いましたね。本当作家さん全身っていう、印象が、かといってね、派手なわけじゃなく目立つわけじゃない、だけど中身がすごいしっかりしてて、これはリオさんの店名のリオさん、リオっていう名前はお孫さんの名前から取ったっていうのを随分前に、伺っていて、ジャスミンの植物、ね、マツリカのリなんですよね。それが、ジャスミンの花をじゃあちょっと作ってみようかな。でジャスミンをこうメインのこうなんてビジュアルというか、にして、あとはそのリオさんのその街でのこのお店のあり方とか、マキコさんご自身のみんなからすごく慕われているその様子とかも、いろいろ含めてテーマとしてファミリーツリーっていう、そのファミリーツリーっていうのは家系図っていう意味なんですけれど、実際の家族だけではなくて、例えばこう師弟関係だったりとか仲間とか、こういうのにもこうちょっと使われるようなジャスミンの木で展開していこうかなっていうのを考えたんですね。これから制作するので、どのぐらいのボリュームのものになるのかはちょっとわからないんですけれど、ちょっと自分の作った作品と、あとはそこに、来ていただいたお客さんにもちょっと参加していただけるような仕組みを作ろうと思っていて、私の作品とお客さんの貼っていただいたその花のカードが、どんどん増えることによって、最終的に作品が完成するみたいな、ことを考えています。はい。籠を使った、アジアンな感じのお料理を考えています。そのジャスミンっていうことで、ジャスミンライス、そこにフォーク、今までにまだ味わっていただいてない味付けでちょっと考えています。何歳なんですか？今回はその、ジャスミンの花というか、こう枝ぶりというか、こう木を飾るんですけれど、それを見ながら家族とか、やっぱりみんな一人では生きていないので、いろいろ自分が何で今こうやって立っていられるのかとか、そういうこととかをちょっと思い巡らしながら作品鑑賞していただけたらなっていう。アートカフェは今年は、新しい作家さんが結構多い、新しい作家さんの作品もすごく楽しみですし、新しい作家さん入ってくるとずっと参加してる方は結構気が気じゃないところもあるんですね。新しい空気が入ってくると、ずっと参加してる側もやっぱり気合が入る部分っていうのはあるので、ものすごいハードル上げちゃった頑張りますと思う素晴らしい。今年はもうアケさんの世界を皆さんに十分楽しんでいただけるようにお料理ももてなしも考えてます。アートカフェ全体はやっぱりだんだん定着してきてると思うので、いろんなシーンとか他県からとか、いろんなところから足を運んでもらったらいいなというふうに思いますね。お友達をお誘い合わせて、ぜひ八千代のアートカフェ、あちこち来てみてください。はい、今回はアートカフェご来店ありがとうございます。ぜひ十分楽しんで召し上がっていってください。はい。
ね。